自分をさらけ出して自分の好きなことで堂々と生きていきましょうよっていうのが僕らの会社のメッセージなんですよ、はい、でもどうせ目立つだったら自分だ、まあ、自分よがりなことではなくて社会のためにいいことをやろうということでふんどしゴミ拾いっていうのを始めました。一生出てくる必要もない。